そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや真島。マジマ、ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。黒崎誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。
風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。足臭すぎんで。なんなんや。ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てに、ほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？ああ、そいつ、なんて言うとった？それが、支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。支配人？分かった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。